ということで、野球が大好きな新しい監督が甲子園に初出場しました。緊張と期待を胸にリカシー監督の物語が今始まりましたということで、いや1回目のガチャはね、青徳がすごく良かったんですけれども、見送りをして2回目のガチャの前にあのね、本当に乱数調整してたんですけれども、転生の方はね、残念ながら乱数調整したんですけど、まあ転生は来なかったけど、でも言うて総合的には悪くはなかったよね。やばーい野球の時間だよやばいが、クソ緊張してんだけど、どうしようどうしよう、心臓が今もう圧縮袋の中に入れられてる。私はもう布団袋の中に入らされてる気分。ふーってなってる。やばいマジで。ということで、今年、聖新し学院高校の監督を務めさせていただくことになりました。五十嵐里香と申します。はじめましての方、はじめまして。よろしくお願いいたします。五十嵐は、とても、緊張してます。2023年の1月にデビューした新人の身ではございますが、野球がね、オリックスが大好きなんですけれども、好きな身としてね、今回、一生懸命、新し学院高校の監督で頑張っていきたいなと思っております。まあ、結構、まだまだ初心者の部分が本当に多くて、あれこれ、まあ、結構、なんでこれやらんのかね、みたいな感じでね、思う方も多くいらっしゃるかと思いますが、一生懸命めっちゃ頑張るから、よろしくお願いします。まず初回ね、いっちゃいましょうか。いきますか。まずは1回目ね。1回目ファーストチャレンジ。いや本当ここで決めたいよ私は。ふぅ、内容設定確定、内容の終了します。はい、よろしくお願いします。まあいないと、まあまあまあ1回目なんで、1回目なんでね、まあ1回目なんで、ただまあ、まあリセットかな、リセットではあるが、うわ脱三振持ちなんだ、脱三振持ってんだ、へえ伸びしいね、へえ物欲って結構影響するって知ってた。だから何も願わないが基地なんで、来ない来ない来ないで来ないで来ないで、米田さんとか森さんとか来ないでやだやだやだ、絶対にやだ来ないで来ないでって言っときゃ来るやめて来ないで、やめて来ないで来ないで、本当に来ないってないじゃん。いや、うん、まあまあ、でも、え、ソウル石、悩ましてくる。ねえ、もう先輩方が悩ましてくるんだけど監督ディスコードで、ほぼほぼ見てくださってる先輩方はこれ強いからこれでいくみたいな話を言ってくださってるんだけど、お一人お一人ちょっと
E から始まる先輩が、ちょっとあの、惑わしてくる。E から始まる。いや、でもこれは十分だと思う。自分の中でこの方々をもううまいことこそ成長させて、優勝目指します。サラメ先輩、召喚、定例、あ、ちょ、おっきい。ちょ、私じゃないよ。ちょっと先輩大きいかもです。ちょっと先輩ごめんなさい。まあ、でも結構似てはいる方かな。ちょっとお目目があれかな。結構可愛くない？割と可愛めに作れたんじゃないかと思ってます。結構似てるよね。割といいよね。2人目の投手はヤミの柊先輩ですにします。あの頭のさ部分さ、どうしたらいいかわからんくてさ、おひげでちょっと代用させていただいたんだけど。そう、あのメッシュ要素入れたくてどうしようなった結果ひげになっちゃったんだけど。あ、やった。ご本人から100点来たわ。あ、じゃあもうこれはこれでいきます。シュン先輩じきじきに100点くれてんなら、じゃあいいんだ。これで今年は伸ばしてみました。ありがとうございます。そう、1年間伸ばしてくださったんですよね、ヒゲを。肝臓回復 A ということで。ちょ、ね、そう、味方先輩もね、髪型がむずかったんだよな。ごく普通は、あいつだな。ごく普通はあいつだな。同期なんだけど、同期の石神にしようと思って。で、石神にとっては、私が個人的に、二次校じゃなくて、イディオス高校っていう同期だけで作る高校が、ここをやってたんですけど、その時の見た目そのまんま使ってます。何も変えてない。イディオス高校の時に使った見た目そのまんまです。そう、モノクルでね、カラコンを使ってる感じになります。ででん、この見た目なんか見覚えありませんか？そうです、あまりにも可愛すぎて、サク先輩のペトラネーを参考にさせてもらいました。これなので私が作ったのではなく、サク先輩の作ったペトラネーです。めっちゃ可愛くて、もう絶対これ可愛いと思って、これ以上可愛いペトラネーはね、私は作れない。なので、そう、パンパカパンダ高校にいた時の、そうです。いくぞー。じゃあこれが聖アザラシ学院高校の始まりです。かない始めさせていただきます。ポチ。そして県大会始まりました。福栄実業高校なのかな、ちょっと読み方違ってたらごめんなさいなんですけれども、やっぱね、サロメ様の活躍がやっぱりチャンス A だからっていうのもあるけど、すごく結構光ってたなと思いました。上振れされたら困っちゃう。これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側北栄、かわいい。三塁側嵐。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。先発メンバーはご覧の通り。あ、よかったよかった。試合が始まります。よし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 。
ナイス送り、いい送り、いい送りからのよ、チャン A のサラメ先輩来たー。オーケー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 、よくってるよこれ。チャンスチャンス、どでかどでかクソでかチャンス。犠牲フライか、確実に1点、うーん、フライで確実に1点取って先制しておきたいな。チャンエだから代打はないな。うん、いやちょっと数字が低いのがね、しょうがないか。これは先、うん、まあでもワンチャンそこを犠牲払いとかね、あれになるか。うわ抜けた、センターバックホーム、天才です、ありがとうございます、ナイス。バッターは1年生石波、今日はセカンドゴロとファーストゴロ。なんて綺麗なんだ、美しい、サロメ先輩美しいですフ打ちました、いいやつなんだ早川って。だからだから第3球を投げました、決まった、ストライク、大丈夫よ、バッター追い込まれました、ゆっくりね頑張って。第4球を投げました、打ちました、1、2塁、はい、あなたはとっても天才です、わーい、ナイスー、ナイス阿部早川、西浦、後半部、左の村田、9球、オーケーオーケー、いいよいいよ、こっち先制してんでね、先制っていうか2点なんでね、リードはわずかに2点です、わずかって言うな。いや待って、シュン先輩本当になんでこんなに抑えてくださってんの、ありがたすぎ本当に。バッターは1年生サロ、投げました、打ちました、初球打ち、セカンド勝ちです、はい、お疲れ様です、オーケー、ナイスナイス、みんなあざかくイエーイ勝利、ウォーフォー、オーケーオーケー、ナイスナイス、偉すぎ、皆さんでつなぎました本当に、てか何よりもシュウ先輩マジでナイスです、本当におつゆありがとうございます、よし、お願いします。まあそんな感じでめちゃくちゃ投手の活躍によりやっと試合もね後半動くこともできて、すごくナイスナイスって感じでした。いや次はね第2回戦からですよ、ひとまず初勝利おめでとうございます。うん、こちらが我が校の今とてもとても大活躍中のシュウヤミーノさんです。そしてこちらもう一人の看板投手、脱三振持ちのヒマ先輩です。デレデレデレ、そうか1年生だけでいいのか。こちらチャンス A のサロメ先輩です。デレ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 、まあ、この辺ちょっと軽くピューンっていくか、はい、チャンビーのね山モートとかもいますね、おいで、若松はまあ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 、あ、早川さん、阿部日持ちです、よろしくお願いします。で、こちらキャプテンの川野さんです。デリ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 、唯一の内木飯田さんです。どんどん行くね、ほい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 、神子と様ですね、全部 F じゃん、素晴らしい、 G 消えた、わはー、ペチョラー、守備力さえ上げればもうあと完璧、 F 乗ります、よしよし。でこちらごく普通の石神です、よろしくお願いしますてな感じでございます。はい、でもう一度こうして、多分誰もみんな多分やったはず、6人みんな紹介したはずということで、こんな感じね、そっかそっか、毎回やんないといけないね、肝に銘じておきます、また忘れたらみんな教えてねということで、今度こそゲームセット、お釣りくじ、ありがとうございました、じゃあねみんな、バイバイ。